これで。はい、するか。はい。どこつけるか。その辺で。その辺で。カピ声でかいから。あ、ありがとうございます。あ、また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 。何？あ、いや、いいっすよ、いいっすよ。全然いいっすよ。全然いいっすよ。まだ半じゃん。何ですかこれ。なんかちょっと悪魔の音みたいなのが。あれ通常営業とか思ったから。ねえ。こんな始まりだ。あれみたいな。ね、いいです。もういい始めでも。あ、お願いします。はい。というわけで、はい、なんか怪しい音が流れたけどね。壊れちゃったね、きっとね。中に取り憑かれてるんですよ。というわけで、水曜日の19時30分は、デブ巻きチャンプルーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私は別に横浜ベイスターズのファンじゃないんですけど、ね、今日は横浜スペシャルと。あ、そうなの？え、これ違う。それは前回だったじゃん。これ前回です。それ前回。で、まあ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 。来てきちゃいました。来てきちゃいましたね。私も着せられちゃいましたね。というわけでですね、今日のゲストさんはですね、はい、まあよくジミーさんのゲストに来てくれてますね、はい、カラフルクレヨンのカッピーです、はい、よろしくお願いします。ほら前回、はい、カッピー来てくれたのが、はいはいはい、っていうか最近はさ、そう、音楽じゃないんだよね、呼ばれないんですよね。そう、だいたい野球が、まあ、シーズン終わって、ああだったこうだったみたいなのをね、綺麗、はい、にテロップ作ってね、そう、もうね、報告をするっていう、はい、あれね、私全然野球わかんないもんで、もうねよくわからない。あ、本当ですか、うん、あれはでもね、うん、聞いててもらえばもう出演者の顔色を見れば大体こう、うん、あ、今年良かったんだな、悪かったんだなって、そういうのを僕はこのデータを使ってちょっとまあそれを具体的にちょっとやろうかなと。なるほどなるほどね。今後毎年もう3月と、うんうん、あと大体、まあ、11月、まあ、10月ぐらいの、まあ、2回、うんうん、もうね全く僕何のキャラかね、うん、分かんなくなってきちゃいましたね。そうだから、うん、音楽枠で来てるはずなのに何やってる人なんだろうってちょっと私はそれをね懸念しましてね、今日は一応ねミュージシャンということで呼んでますからね、はい、カッピーよろしくお願いしますよ。とぼけかまそうと思ってね、こうやってね、うん、ベイスターズのこ、ね、みんなの着てきちゃいました、ね、なんかステッカーも貼ってあるしね。あ、そうですね、これはまたこれなんか誰かに、うん、はい、またちょっと詳しく、ね、詳しく、ね、説明しますけれどもね、はい、まあそんなわけで今日は、はい、まあ、カッピーといえば、まあ、ウクレレということでですね、はい、どうしよう、じゃあなんか披露してもらっちゃうかな。はい、はい、まあ、静岡県の、まあ、うん、東部ですね、僕住んでまして、はい、沼津の方、まあ、三島、あとはまあ、都内でも多少ね呼ばれたらやるような形でやっております、うん、カラフルクレヨンという、まあ、もう一人、メロディオン、はい、うん、鍵盤ハーモニーです、ね、はい、の女の子とこう組んでやってるイベントでございます。ユニットでございます、ね、はいはい、じゃあ、うん、なんか一曲、はいはい、何をやりましょう。そしたらじゃあ、はい、まあ、猫の人形のお話をちょっと一曲やらせていただきたいと思います、はい、お願いします。それでは、新宿の猫です。ワン、ツー、スリー、フォー。少し丸めては、いつ
涙を流す僕は音楽好きの猫猫猫猫久しぶりに聞いた猫ね猫もう嬉しい、そう言ってもらえると初めて聞いたって言われちゃうとねえって思っちゃいますけど、そんなことないよ、ありがとうございます。だいぶ久しぶりに聞きましたけど ね、 ジミーさんがね見てますって、はい、あのコメントくれてますけどね、ジミーさん野球です最近ねそうあの野球のことしかやらないからね、はい、そうちゃんと音楽やってる人だよって紹介を ね、 ねしてあげないとと思いまして、というわけで、はい、あのまあ今1曲ね披露してもらったんですけれども、はい、まあ主に今も言ったように、はい、ウクレレとピアニカ、ピアニカ、まああの、うん、鍵盤ハーモニカみたいな、鍵盤ハーモニカメロディオン、はい、うん、あれって何、えでも同じ意味なんじゃないの、いや難しいですよ、あのメロディオンが鈴木の、うん、鈴木の楽器のその名前、ああ商品名なんだ、商品名なんですよ、そうなんだそうなんだ、で鍵盤ハーモニカっていうのがまああの、うんうん、まあああいうのを総称して言うような、うん、形らしいんですよね。なるほどなるほどね、うん。ピアニカは鈴木だったかな。ちょっとごめんなさい、逆だったら本当申し訳ないですけど。うん、まあ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 、はい、そこはあの興味のある人は調べてもらえればいいと、はい、まあいうことで。はい、じゃあ主にまあその バンドというかそのユニットの活動としてはどんな感じでやってるんですか。ユニットの活動としては、うん、まああの基本的にまあ主催をするとちょっとね、うん、集客するのがちょっと苦手なもので、うん、呼ばれたらどこでも行くとあなるほどね、はい、いうようなスタンスを取っております、はい、なるほどなるほど、はい、まあ直近のところで言うと、はい、ちょっと最初にねあの時間なくなっちゃうとあれだから出しちゃいますけれどもね、はい、12月の、はい、まあ、ライブの予定というのはね、はい、三島のスカイウォーク、スカイウォークです、12月の21日土曜日、はい、何これスカイウォークの4周年祭、4周年祭の中のステージイベントでちょっとやらせていただくことになりまして、あすごい、で日はね、うん、この間の野球会スペシャルでちょっとお話をしてたんですが、はいですね、はい、今回新情報として時間が決まりました、あこちらですね、10時半からと1時からの2回公演でやらせていただきますんで、はい、ぜひぜひちょっと、ね、はい、冬なんでちょっと寒いかもしれないんですけど、ね、そうですね、うん、野外なので、うん、ただでもまあちょっと心ねほっこりするような、うん、そうですね、ね、曲をやらせてもらいますんで、はい、はい、楽しみにしております、はい、2回公演というわけですね、はい、っていうか 4年も経つんだね、4年経つんですね、僕もなんかねいや行きましたよ、1回は行きましたけど、うん、やっぱでももうだいぶ行ってないので、私1回も行ったことない、あ、まあそうですね、この辺からだと結構あのね、前は何度も通ったことある、まあね、あの箱根行く時の途中にあるでしょ、そうですそうです、途中にあります、私高いとこ苦手だからああいうとこはね行かない、あ意外と苦手なんですね、私ダメですよ、あの可愛いもんで高いところはちょっとね、あ足がつくる、なんかいろいろ聞こえますね、え何も聞こえませんよね、咳払いがすごいですよ、風が流行ってる、風が流行ってるのかな、うん、そうですね、皆さんインフルエンザやりましたちゃんと、ああもうねもう泣いちゃった人、あ泣いちゃった、誰とは言わないから、ね、誰とは言わないから、ね、何度やってもまあそんなことはいいんですよ、はい、まあそんな感じでまたねこれ後でももう一回紹介しますけれども、はい、こんなイベントもありますということで、はい、でねでねでね、はい、カッピー、あのね一個カッピーってほらだからウクレレやってるじゃん、はいはいはい、私もあのピアノをずっとやってて、まあピアノっつってもただピアノ教室に行ってピアノを弾いてっていう、そうお遊びの延長みたいな感じでやってたんだけれども、はい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 、カッピーもピアノやってたって、そうピアノやってました、ピアノやってましたね、なんでそもそもそっからウクレレをやろうと思ったの、それはですねあのまあある時、うん、まああのある時ギターをずっとピアノをやってからギターをやってたんですが、うんうん、その後にあのまあ、うん、大学の、まあ、クラブに入りまして、うん、アコースティックギター部に入りまして、うんまあ、ギターをやってたんですが、うん、まあみんな周りね上手い人ばっかなんです、うん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 、目立たないなと思ってちょっと悩んでた時に、うん、まあ、あの猫の恩返しで、あの、まあ、ジブリの、うん、猫の恩返しっていう映画の、うんまあ、辻有野さんに出会いました、はいはい、日の当たる坂道を曲にまあ出会いまして、はあ、ああもうこれだと思って、うん、ピンときちゃった、ピンときちゃいまして、次の日には炭屋ですね、え炭屋さんです、グッディ炭屋さんです回し物ですよ、回し物です炭屋さんの方から、はあまあ、
まあ、すぐ行きましてウクレレを買ったということはまあ始まり、はい、そうなんですね、はい、丸山のすみやさん、すみやさんじゃないんですか、あそのすみ、あの、ま、あの、あの人ね、すみひこっていうもんで、失礼しました、うん、ね、そういううちはネタですみませんねそう今日はね、なんでカッピーは演奏用ともう一つ2台、はい、あのウクレレを持ってきてくれた、ありがとうございます。そうだからね、私ね一回やってみたくて、マユミンってわかる、あの焼津テレビのね、あの最初の時から見てくれるお姉様がいるんだけど、はいはいはい、最近ねマユミンがアッコさんと、はい、あのまあその焼津テレビの中の、ね、はい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 、OB の人たちとウクレレ教室にどうも通ってるらしいっていう投稿をね、私はちょっと見まして、はい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 、その時にね、あ私も行きたいな、あカッピーいいんじゃんと思って、そっからちょっとね目つけてたんだよね。本当ですか。そうもうね毎回ね野球界で来るたびにね、こう写真をねこうやって撮ってもらってたんでね、そう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 、絶対ちょっと呼んでもらえる時に呼んでもらっちゃおうみたいな、ね、そう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 、だからその野球界の時絶対声かけようと思って、はい、嬉しいっすね。そう、なんかそれからもうすぐね今日が決まってよかったです。そうなんでちょっと今日はね、はい、このウクレレ、はい、ちょっと私にもできるかなと思って、はい、そうですね、ちょっとカッピーにね簡単なこうレクチャーをしてもらおうかななんて思ってるのですが、はい、じゃあ、はい、簡単な、じゃあ簡単だ、本当にウクレレは基本的にあの、はい、まあ、ざっくり言いますと、まあ、あの元々ポルトガルの方から、うん、ハワイに、まあ、あの大航海時代ですね、うん、にこうギターが、まあ、伝わって、まあ、ギターの原型ですよね、うん、まあ、それがハワイで独自で、うんうん、まあ、進化をしてウクレレになったっていうのが元々の、発祥はポルトガルなんだ、ポルトガルですね、まあ、伝わったのがですけどね、でそれが弦が4本になり、うん、はい、あそっか4本なんだね、あのギターは6本なんですけどね、ウクレレは4本でございます、はい、はい、で、はい、じゃあまずこっちの方が、ね、あこっちの方が、ね、ほんと、うん、こっちを、はい、じゃあ持ってください、あ大きい、これどこうやってやるの、そうかけちゃってますちょっとかっこいい、なんか牧真嗣みたい、はい、うるさい、まあ、うるさい、ないですよ、大丈夫ですか、小泉京子とか言いたいところだけで後でボコボコにされるんで、そうですね、いろんなところから、はい、なんか皆さん風邪ひいてるみたいで ね、大変ねということで、おかしいな、はい、じゃあ、はい、牧真嗣が出たのであのじゃあ、嫌になっちゃう、嫌になっちゃう、はい、を簡単にじゃあ弾けるような形で、はいはい、じゃあまずは全然コードの押さえ方とか知らないんだよね。そうしましたら、まあ、はい、あの見ていただいて下から1なんですよ、下から1234件なんですけれども、1234ってことね、はい、はい、でそうしましたら、うん、ですね、一番手前の2番目の弦を、下から2番目の弦を、ね、お母さん指、人差し指、お母さん指、はい、これか、あそうですね、はい、で一番端っこ、端っこ、えあここ、そう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 ここと、はい、あと中指でこの一番上側ですね、こう、はい、を押さえていただく、はい、押さえました、これが F、 まあファラードですね、ファラード、でじゃあ上からポロロンと、うん、あ、いいですね、このコードが一応 F、 まあ F、 ファラードですね、でもう一つ、そのやんなっちゃったので使うのはもう一個、はい、次はですね、はい、一番下の、一番下、はい、はい、この一番下の弦の3、ごめんなさいね、3番目ですね、ここ1、2、3番、ここ、そこです、はいはいはい、ここです、これがドミソ、おお、この2つのコードを使えばやんなっちゃったわ、あ、まあ、基本的なところは弾けます、はい、はい、はい、で、そしたらじゃあ一番最初の、はい、そこです、はい、じゃあそこを3回です、はい、1、2、3、4、1、2、3、4、じゃあいきますよ、はい、じゃあ歌、じゃあ僕ちょっと簡単に歌ってみますね、はい、いきます、せーの、で、やーちゃった、ここまででもうこれで弾けちゃうんで、あ、一個ね、こっち側ですね、ここか、そこそこそこ、ちょっと難しいですね、ということで、この2つのコードだけでも結構ね、あの女性でも簡単に、ああやんなっちゃった、あれカラオケ得意と思った、
歌われたんですが。カラオケ大好きですよ。カラオケ大好きですよ。え、何歌われるんですか。お箱。お箱。え。嫌なっちゃう。うん。いろいろ歌います。いろいろ歌います。浜崎あゆみとか歌います。おい、高木、浜崎元介。元介の方ですか。もう釣りバカじゃないからね、私ね。本当ひどいよね、あの人たちね。本当にもう。でも意外と簡単、意外と簡単に弾けちゃうんです、うん、で、まあ、これね、うん、ちょっと一個大きいタイプなので、はい、まあ、こっちを次持ってもらうと、はい、まあ、これがね、あの普通のウクレレって言われる、まあ、サイズになります。これが通常のサイズ、はい、通常のサイズですね。そうなんですね。これねちょっと大きめなんですけど、うん、ちょっとね、あの弦のもうちょっとね硬い弦使っちゃってたんで、マキさんちょっと痛いかなと思って、うん、ちょっとねこっちを優しいよね。そこで咳払いしてる人たちとは違えてるね。甘やかされるのどけかだもん。ああ。やばい。これいいね。これいいです。これいいね。あの今触ってもらってだいぶちっちゃいと思うんですよ。うん、小さい。うん、でギターと違って、うん、あのすごいやっぱり女性がやっぱり手ちっちゃいんで、うん、あのギターの6弦を押さえるのって結構大変なんですよ。うん、まあなので。まあ結構ね、触りとしては、はい、触りとしてはまあ本当に OK でございます。でもう一つ言うと、はい、あのウクレレ一番上の音が1ギターで低い音が始まるんですけれども、高い低い中ぐらい高いっていう形でちょっと変わって、一番上が高い音に使ってるので、まあこういうコロコロした音が出るんですよ。左利き用とかってあるんですか。あると思います。ただそんなに市場には出回ってないので、やっぱちょっと探さなきゃいけないかもしれないんですけど、ね、うん、え結局牧真嗣ってコメントが入ってます。すいません、私が牧なもんですから。本当に申し訳ございません。浜崎あゆみはちょっとなんだマーリアって酔っ払いかいですよ。もう嫌だ、もういいんですよ。おはこマリアですか。違います、違います。あの別に浜崎あゆみ歌わないです。歌わないの。ごめんなさい、ごめんなさい。そういえばなんかかっこいいかなと思って。あ、なるほどなるほど、うん、これなんで聞かなくていいところを聞いちゃった、うん、いい、全然いいんですよ、全然いいんですよ。あの昭和歌謡とか歌いますから、私は。いいんですよ、その私の話はそんな広げなくても、ね、ね、大丈夫ですからね。かそうです、はい、ありがとうございます。ウクレレというのをまあやってまして、はい、はい、で、うん、まあ、あの結構最近ウクレレ人口もやっぱ増えてきまして、そうですね、はい、うんうん、まあ、そこでここのこっちか、あ、このね、ここの、そう、このステッカーが登場するわけなんですよ、はい、ステッカーが登場します。さあカピー、このステッカーは何ですか。はい、こちらはですね、はい、静岡でなんと、はい、ウクレレだけのイベントを、まあ、アーティスト、あ、落ちた、落ちた、落ちた、なんか縁起悪い。そんなことない、そんなことない。今ね、宣伝しようと思ってね、はい、外したんですよ、ですこれですね、はい。こちらですね、はい、これがですね、まあ、あの、うん、静岡、これ、去年のちょっとね、チラシになっちゃうんですけども、ね、はい、はい、静岡ウクレレサミットということで、はい、まあ、横浜とか、まあ、結構大都市だと、ウクレレピクニックっていうような、ウクレレだけの集まったイベントっていうのがあったんですが、これがあのなんと静岡、まあ、島田帯通りですね、はい、そうです、島田でやるんですよ、はい、のステージのところで、まあ、去年は4月、今年も4月ですね、え、もう開催されることが決定しまして、はい、もう日も決まってるんだよね。日も決まってますね。これはでもいつでしたっけね。この間ね、ジミーさんのところで、あ、これはこの間の巨人の、ね、巨人じゃない、そう、順位表ですね、そう、順位表ですね、失礼しました。ね、どっかに書いてあったよね。あら、あ、ないね、しまった、後で載せときます、後で載せときます、はい、とにかく4月にある。なんでまたね、はい、でもかっこ日が先じゃん。そうですね、そうなので、うん、またその辺の告知はね、また来てくれれば、はい、相方と一緒に、はい、その時は、はい、ね、楽しみにしておりますのでね、はい、まあそんな感じで皆さんね、はい、あの4月はウクレレ、ウクレレです、ウクレレですよ、はい、ウクレレサミット、はい、覚えておいてくださいね。これまた、うん、ハワイアンだけじゃなくて、やっぱりこう僕なんかね、ハワイアンは全然やんないんで、はい、普通にこういう J-POP を歌ったりですとか、はい、いうグループもいますので、うん、はい、ぜひぜひ、まあ、ウクレレ見かけたら手に取っていただければと思います。そうですね、はい、カッピーさ、はい、ウクレレの先生になったら、ね、そんな技術はないんです。え、そうなの、はい、今だって教え方うまかったよ。嫌になっちゃうな、みんな弾けるよ。嫌になっちゃうな、でも弾けますよ、うん、あー、嫌になっちゃうな。
そうですね、まあ、行ければいいんですよ、行ければいいんですよ、もう入りですからね、そうです、もうもうやだ、かわいそう、かわいそうでしょ、ほらほらほらね、私毎週こんなあの恥ずかしめを受けてる、ねまあ、若干動画をね前の 見ましたけどひどいもんでしょ、ひどいもんですね、ねえ、うん、私一応さ唯一のレディーだよこの中で、本当だでしょ、本当だっていう反応もちょっとおかしいけど ね、そうまあまあいいですよ、レディーはあんな年貢取らねえんだよ、そう今日年貢持ってくるの忘れちゃったんですけど、そう、前回気をつけてくださいね、はい、申し訳ございません、すみません、そう、どうしようって本当にね、私がそう本気で食べている時にね、横で顔固まってたから、カッピ大丈夫だよ、大丈夫だよって言ったんだけど、これは差し入れの一つ、ね、いそんなことないんですよ、まあ、いただけるに越したことはないんですか今度ね、なんか美味しい沼津とかね、富士とかのお菓子を、あ、そうですね、はい、ぜひぜひ、はい、芋売ってるから、芋ですか、芋、分かりました、とりあえず芋食わせて、そこで健常で、あ、大丈夫です、大丈夫です、そういえば沼津じゃんね、はい、ハッピーはね、私もね、沼津に長いこと住んでたので、そう、あっちをよく知ってるんですけど、はい、私ね、沼津で美味しい、まあ、ハッピーにね、ちょっと美味しいご飯屋さんとかをね、教えてとも言われてたんだけど、はい、今沼津と思ってさ、はい、沼津のさ、名前言っちゃっていいのかな、天野って知ってる、揚げまんじゅう屋さん、はい、あそこのね、揚げまんじゅう私死ぬほど好きなんですよ、わかりました、じゃあ次回はそれ天野ですね、わかりました、わかりました、よろしくお願いします、はい、そこのね、揚げまんじゅうっていうのがあって、温泉まんじゅうを ね、揚げてあるのが ね、すっごい美味しいんで、なかなか見ないですね、ああいうタイプ、ね、ありそうでないもん ね、うん、ね、だから私、あっちに行くときは必ずもう大量に買って一人で、あんことくりどっち好きですか、あんこです、私はバリバリあんこです、 ありがとうございます、そうそうそう、あんこ以外もガンジュないし、わかりました、よろしくお願いします、はい、まあそんなわけでじゃあ年貢の打ち合わせも済んだことなので、はい、こんな感じでよろしいでしょうか、いやもうすっごい楽しかったです、あ、よかったです、こんなんで申し訳ありません、マキさんかわいそう、かわいそうでしょ、そうでしょ、そうか、それでね、同情してくれる人をやっぱりこれからね、じゃんじゃんゲストに呼んでこようと思います、あ、そう、引いとくかな、あれどうだっけ、そうそうそう、あーあ、上だ、はい、これ、あ、あれ、あ、そう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 、あってます、あってます、あー、いや、そんなことはいいんです、はい、はい、あ、私の方からですね、ごめんなさい、一、はい、つ告知がございまして、はい、申し訳ございません、こんな偏僻な歌の後に、音楽関係の方でね、ちょっと、はい、お知らせがございます、ヤズ TV では毎度おなじみの平さんですね、はい、今度の金曜日12月の6日ですね、またヤズのビマーナの方でライブがあります、うん、時間の方がですね、はい、ごめんなさい、19時30分の開演で、一応投げ銭制になってますので、あとワンオーダーでお越しいただければと思います、私ちょっとね、その日ね、会社の実は忘年会があってそっちの重要ですね、まあ、そこそこにこうやっつけてからこちらにね、来ようと思いますのでね、寄ってたらちょっと私を羽交い締めにしていただいてくれればよろしいかと思います概要の方をね、さとこさんからいただいてますので、ちょっと読ませていただきます、はい、決まった関連料はなくて、聞いていただいてお気持ちをいただく投げ銭制となっております、ただ飲食店なのでお通し代の500円と一品以上のご注文はお願いしますということです、でビマーナさん、ビマーナさんはね、たまにヤジ TV にも来ていただいてるんですけれども、はい、お料理とかね、お酒とかもとっても美味しいお店ですのでね、一応ね、洋風居酒屋さんになるんですけれどもね、ご飯も食べられてね、最近はね、おそうめんを温めた乳麺をやってますのでね、そちらもね、おすすめなので、はい、ぜひぜひ皆さんね、お誘い合わせの上、12月6日の金曜日19時半からですね、洋風居酒屋ビマーナさんの方へお越しいただければと思います、はい、詳細の方はまたデブ巻きチャンプルのホームページの方にて、ホームページってかっこいいこと言っちゃった、フェイスブックのページの方にね、詳細を載せさせていただきますので、ご覧いただければと思います、はい、よろしくお願いいたします、はい、というわけで時間が過ぎてしまった、カッピー申し訳ない、いえいえ、そんなそんな、ね、ほとんどなんかわけわかんない私の遅れで終わっちゃったけれど、いや、また遅れでトークであってね、うん、そうですね、はい、またちょっと次の曲をね、はい、新たにちょっと習得したいと思います、はい、デンスケと言われないように、はい、はい、というわけで、はい、今日のゲストはカラフルクレヨンのカッピーでした、ありがとうございました、ありがとうカッピー、
です。次はハックルさんのテレビです。はい。